ドジャースは8月31日、日本時間9月1日、クレイトン・カーショウ投手上、ケリー投手を15日間の負傷者リスト、IL、に入れたと発表した。カーショウは左足親指、ケリーは右肩を痛めたためで、両ベテランが戦線離脱。代わってブレント・ハニーウェル投手、ベン・カンパリウス投手が昇格した。カーショウは前日30日、同31日、 敵地ダイヤモンドバックス戦に先発登板したが、左足親指の痛みで2回途中で緊急降板。一夜明け、ロバーツ監督はかなり腫れている。その状態では彼は、ほとんど、まともに動けないと明らかにした。ケリーは今季31試合登板して1勝1敗、防御率5.20。前日30日、同31日は2番手として救援し、 1>, 1回3分の2で3安打2失点だった。5月にも右肩を痛めて2ヶ月以上離脱しており、今季2度目の先線離脱となった。40人枠で負傷者リスト入りしているのは投手のみで10選手。山本由伸投手はくつ中の復帰が見込まれている。